はい、えー、皆さん、こんばんは。えー、今日ちょっと、はい、3、4分遅れてしまいまして、まあ、申し訳ございません。ちょっとあの急な電話が入ってしまいまして、えー、ちょっとお話をしていたら4分もオーバーしてしまいました、えー。改めてお詫び申し上げます。さて、11月の23日のボギーチャンネル私、えー、ボッキーテトコンでございます。 え昨日はあの非常に大事な会合がございまして、まあ、急遽、はい、あの石鹸男宮城さんにまあお願いをしましていろいろ福島のお話などをしていただきました。本当に宮城さんありがとうございます。と <noise> いうことで私今日からまた復活いたします。しかし何かと話題の尽きない南の島 <noise> 実は昨日のニュース私ずっとしゃべりたくてしゃべりたくてねあの資料も作っていたんですけど今日皆さんにそれをお見せしながらまさにね国のトップを間違えると本当に大変なことになるというお話をさせていただきたいと思います、まあ、連休中にもかかわらず本日70名余りの皆さんがお見えになったということで非常に嬉しく思います。 それから、えー、石鹸男宮城さん、本当に、ね、素晴らしいあのお話ありがとうございます。たまには宮城さん、ドラキャスもやってみますか <laughs>、はい、それから白神さん、どうもこんばんは、今日電波良いですねということで、一応3つここ上がってます、三つ。でも、風が吹くとまた変わるかもしれません。カルガモさん、お寿司ありがとうございます。それから愛を知る人さん、はい、お久しぶりでこんばんは、ここでございます。 それが花むさん、こしさん、いつも応援ありがとうございます。まあ、皆さんとこうして喋っていますと、なんかオフ会してるような気分になりますね。はい、今日は電波安定してます。っていうことで、今日ちょっとね。あのー、wi-fi ルーターのところに、えー、ボールはい、ステンレスのボール、ちょっとペコッと置いているんですよね。はい、中村さん、どうもお寿司ありがとうございます。ゆきんちさん、こんばんは。ここでございます。 はい、花麦さん、ゆきとさん、まあ、南の島、沖縄、えー、本日も気温26度、はい、全然寒くないですよね。まあ、風が吹いても何ともありません。ちょっと海は荒れ気味だったんですけど、まあ、このぐらい荒れた方が本当はチヌが釣れるんじゃないかなと思います。まあ、私の友人が、えー、川でなんとでかい浪人味釣ってましたけどね。まあ、今日フェイスブックの ツイッターでリンク貼ったりますけど、まあ、あのような大きな魚は釣れなくていいので私は普通のチヌが釣れればいい大きいのはどうせ私に釣れる大きい魚はサメでございますからねサメ、はい、海に行ってもサメそして陸に上がってもサメ、まあ、陸のサメというのはですね、まあ、ちょっとご年配であの警察に逮捕されても 生活に影響のない65から75の方々が赤いちゃんちゃんこにノーベースのオスプレイと書いてですね私に群がってくるんですよね私が現れて皆さんどうもこんにちはっていうだけでテトコンが来たぞみんな出てこいっつって,言ってんかなテントの中から出てくるわわら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 とそして私の行く手を塞ぐといやたった一人に対して 普通でだいたい6、7名、私1人に対して6、7名ですね、多い時には50名以上で取り囲みます。まあ、こういった方々が集団自衛権を否定しているというのは非常におかしな話でございまして、国が集団自衛権を使うのは否定するが、自分たちは絶賛行使中ということで、まさにきさ世の皆さんのダブルスタンダードが。 ここに現れておりますさあカーターさんどうもこんばんはんこでございますあモハビさんどうも今日もよろしくお願いいたしますはいそして、えー、カルガモさんテレコンだを全員集合ということでございましてはいあとははい取り囲んで口々にクルサリンドと唱えているということでまさにその通りですねクルサリンドサリンドクルサリンドっていうこれどころかお前の来るとこじゃないはい ここは行動だがお前の来るとこじゃないっていうのもありますしポニーテールでね、あのー、後ろに、はい、白ひげのご人になりますと私に向かってこの手を突き出して「手ドッコーン!」って呼んでくれるのを聞くと俺はもしかして嫌われてるんじゃなくて好かれてるのかななんて思ったりもするんですけどマリンアウトリさん私のこと好きですか嫌い なんで,すかね <laughs> でも、でも、ここれに好かれても本当に大変だと思いますけど、はい、電話のマナーモードにしてないまでなってましたね。あとでまた、はい、あの、撮りたいと思います。先ほどの多分、電話の続きだと思うんですけどね。はい、それから宮城さんを、いろいろ免許を持っておるということで、おきさよ検定1級っていうのが非常に面白いそうですねボギーさんの 釣り餌はオキサ用です。な、なんですけど、違うんですよ、私がね、あのオキサ用の餌になっております。私が行けば、オキサ用の方々が釣れるということで、まあ、皆さん非常に大喜び。はい、特に桜のスタッフは、私と行くとワクワクするみたいですよ。さて、今日はですね、本当にハレンチな方のハレンチな発言と。 それをね、あの散々にけなしたり温かく迎えたりするというわけのわからない人たちのお話をさせていただきたいと思いますさて今日の映像早速いってみますよ皆さんも本当に今日のお話を聞くと呆れ果てると思いますけど今日はこの方のお話でございますはいもう皆さんもご存知大人気のはい日本国元首相の 鳩山幸男さん、はい、ルーピーと言われてましたけど、鳩山幸夫さん、平成21年の衆議院選挙、えー、今からそうですね、9年前ですか、最低でも県外、まあ、当時、沖縄ではもう普天間基地は辺野古へ移設するんだということでね、もう皆さんそれでまとまっていた、しかしこの方がね、この県に言及をし、 最低でも圏外と言って、ね、あの当時基地被害に苦しんでるそしてそんな思いが残ってる人たちをですよ、まあ、散々に煽ったそしてなんと政権を取ってしまったんですよねまあ本当に最低でも圏外それで結局は辺野古の移設話はもう本当にここでひっくり返ってしまったっていうのが実情では ないいかと思いますさて続きまして、えー、ちょっと次の画像に行ってみたいと思いますところがこの方こういった話になりました、えー、昨年の衆院選当時は、えー、海兵隊が抑止力として沖縄に存在しなければならないと思っていなかったとはい思っていなかった学べば学ぶほど 海兵隊の各部隊が連携し抑止力を維持していることが分かったということを言ってですねひっくり返して、ね、しまった。だって、ね、最低でも圏外と言ってた人が突然あの当選をして、ね、政権を取った後にこういったことを言い始めたんですよ。学べば学ぶほど海兵隊の各部隊が連携し抑止力を維持していることが分かった。 あのまあ、皆さんもねご存知だと思うんですけどあの海兵隊というのは、まあ、事故完結型の軍隊ですつまり攻撃部隊輸送部隊それから、えー、補給部隊が三位一体となって初めて機能する部隊が海兵隊なんですよねつまり、えー、この航空部隊というのは輸送部隊になるんですよ オスプレイは攻撃機ではございません。はい。基本的に輸送機です。つまり輸送部隊だけが県外に行く、国外に行くということは海兵隊は絶対にありえませんと。この3つが揃って初めて、えー、きちんとした海兵隊としての機能を果たせるんですということを皆さん誰が教えたと思いますこの鳩山さんに。はい。 海兵隊のこのねあのいわゆる海兵隊ドクトリンを誰がこの鳩山さんに教えたのかねもう分かる人は分かってると思うんですけどはいここで鳩山さんにそれをね叩き込んだ方をご紹介しますこの方でございますトン <laughs> 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 いや、いや、なぜ、この方かと、言いま今、<laughs> 当時ね、はい、政務、アニシアマさん、ニラちゃん、ありがとうございます。当時ね、政務外交部次長、えつまりあの、米海兵隊の、えー、対外的な、日本側に対する対外的な、えー、総責任者としてですね、沖縄の方で、 勤務していたロバート・ D、エルドリッチ博士彼の類いまれなる <laughs> 日本語能力沖縄のおじいおばあより標準語がうまいというその卓越した語学力と聡明な頭脳そして物腰の柔らかい対応などがですね非常に評価を受けましてなんとこの鳩山さんに対しての米側の説明をする ね、あの方として抜擢をされまして一つ一つ分かりやすいように鳩山さんに、えー、エルドリッチ博士がいろいろレクチャーをした、まあ、その結果まあ鳩山さんはようやく分かったというか、まあ、その時だけ多分分かったと思うんですよねはい分かったと思うんですよ。 はい、それで、えー、結局はこのように辺野古の遺説を閣議決定最低でも圏外と言ってた方が <laughs> そうですね花森さん子供にでも分かるように説明いやまさにその通りだと思いますよしかしエルドリッチ博士の話術すごいですねはい鳩山さんを完全に はい、目覚めさせたというか、まあ、その時点で、ね、最低でも県外を撤回させたというのは、すごい功績が私、あると思います。これはあの海兵隊のみならず、アメリカ政府としても、ね、これエルドリッチ博士に勲章を与えてもいいぐらいの功績だと私思うんですよね。はいそして最後の最後まで社民党は、それはおかしいと。ね、それはおかしい。やはり 県外最低でも県外といった手前それを守るべきだと言った福島みぞおさんが罷免されたということでございましていやー博士って本当にすごい方だったんだなとそして鳩山さん沖縄に来ましたはい今までは不安がある不安があるって逃げてたのにねそしてアメリカに対してはトラストミーと言ってたんですけど はい、2010年の5月,、はい、2010年5月、もうね、あの選挙の時にはですよ、最低でも県外と言ってたのが、当選してもうほどなく、沖縄の人々にお詫び申し上げないといけない、すべてを県外にというのは難しいということで、おいおい、何を言い始めるんだということで、やはり皆さんびっくりした。 そしてこの鳩山さん、県庁に、えー、出向きまして、こういったことをね、当時の中山知事に言った。普天間飛行場の代替地そのものは、やはり沖 <laughs> 縄、県内にと。いや、それ言わしたっていうの、これ、エルドリッチ博士の功績、すごいですよ。はい。 いや普天間飛行場の代替地そのものはやはり沖縄県内にそれに対して当時の中居町知事非常にへそを曲げましただってね辺野古で決まっていたものを最低でも県外といってひっくり返してね政権を取った途端やっぱり県内でと言われるとやはり中山知事も怒りますよ 極めて大変遺憾だという点と、極めて厳しいということをお伝えするしかないと。いや、県政のトップとして、これ、当然のね、私は対応だと思います。そして、これがね、皆さん、鳩山総理が、前言を取り消して沖縄県に、また県内にお願いしますということをね、言うために沖縄に来るということで、大発狂。 <laughs> もういやもうすごいですよね大発狂ドドドドドドドと怒りまくりましたこれ県庁の前の県民広場ですねはい鳩山さんに対してもうみんなで大発狂総理は約束を守れって新吉はいらないって言ってるから もうね、猫も釈子も,シャクシも、はい、みんなで、はい、こうして大発狂。いやもうこれ、発狂としか言いようがないんですよ。ね、この鳩山さんに対しての、えー、怒りというのがね、どん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 やっぱり膨れ上がっていったんですよね。はい、そして本当にこのいわゆるオキパヨと言われている人たち、やっぱり約束は守れと。 天話基地はもう即時撤去しかない辺野古への新基地建設は安泰だということで散々に怒った怒りましたよそりゃ怒りますよ、ね、だって最低でも県外って,言ってこの人たち鳩山さんを応援したんですからはいそしてこの方も激おこプンプンはいいやーすごいですよね まあ稲村さん、本当に怒りを禁じ得ないと。いや、それは怒ります。やっぱり怒ります。はい。そして、この方も怒った。はい。島袋のおばあも怒った。沖縄の住民をバカにするなと言いたいと。はい。沖縄の住人をバカにするなと言いたいと言って大発狂。いやー、それは おばあ怒りますよ。花森さん、出た、おばあと。ラプテンさん、はい。文子こ、おばあと。はい。しかし、このおばあ、このおばあの別な画像をお見せしたいと思います。とん。<laughs> 皆さん、これどう思いますかはい。なんと、このね、あのー、 沖縄県民を馬鹿にするなと大発狂した怒り満身の文子おばあがなんとその鳩山さんとね握手をしております。握手。はい、鳩さんと握手をしております。これなぜだと思いますかさっきもう一回さっきの画像を戻しますよ。はい。さっきこのおばあこんな顔してたんですよ。沖縄の 住民をバカにするなと言いたい。こんなしてね、激おこプンプンのふみ子おばあが、なぜかこのように握手をしたということでございまして。いやー、どうです、皆さん。意味わかりますか、これ。はい、全然私、意味わかんないですよね。いやー、でも、奥にいるおばちゃんなんかは相変わらず活動家スタイルですね。 帽子かぶって、マスクして、顔見えないようにして。いや、本当にね、散々にけなしまくった鳩山さんと握手をした。そう、宮城さん、なんでと、みんななんでと思いますよね。これ、理由が実はあるんですよ。はい、鳩山さん。総理を辞めて政権をね、また自民党に取られた後、 もうね行き場がなくなって再び沖縄の人たちの関心を買おうと思って今度こんなことを言い出した「抑止力は方便」「抑止力は方便」「鳩山前首相普天まで証言」「断念理由後付けにした」ということでございましていやーこの人すごいですよねはいいや本当にタイガー・ジェット・シーンさんはっと 思いますよね抑止力は方便でしたと。ね。学べこれこそこの前こう言ってたんですよ。もう一回お見せしますよね。はい。それ以前はこういうふうに言ってた。ね。昨年の衆院選当時は海兵隊が抑止力として沖縄に存在しなければならないとは思っていなかった。学べば学ぶほど。 えー、海兵隊の各部隊が連携し、抑止力を維持していることが分かったと。この方がね、最低でも県外といって沖縄県民を煽り立てた上に、やっぱり県内にお願いしますと言った。それをね、つつかれた途端このように言い訳をし始めた。抑止力は方便。抑止力は方便です。いや、方便。 だったと言ってもあなたが閣議決定したんでしょと閣議決定が方便だったんですかということになるんですよねはいこっからまた非常にはしたない話になりますはい皆さんこれなんと辺野古の違法テント、ね、違法テントあれは方便だった 後付けの理由であったと言ってね、沖縄県民に言い訳をした。普通だったらね、普通だったら、あのー、沖縄のそういった活動家たちは怒るべきなんですよ。あなたは方便で閣議決定をしてこんなにぐちゃぐちゃにしたんですかと。二度とね、ここに顔を出さないでくださいと。本来怒るべきなのに。 沖縄の活動家、皆さんどうしたと思いますかこれですよ。はい、なんとなんと今度は安倍政治を許さないっていうプラカードを持って活動家の方々と一緒に座り込みを始めましたこの辺野古の移設をですよ 最終的に決定した本人が、それはね、方便であったといってね、その責任をもう雲隠れし、抜け抜けとこの県民の前にまた現れた。はい。そして、そしてですよ、ここからがね、私本当に投げかわしいと思うのは、沖縄の左翼の皆さんですよ。あれだけね、あれだけですよ、この鳩山さんが、 やはり、県内でお願いしますと言ったときに、こんなにね、怒って、どどどどどと、ね、怒りまくったんですよ。公約を守れと。ね。そして、ちゃんと公約は守るべきでしょうっていう、み尾さんまで更迭して、はい、県内に会計した。その本人がですよ、その本人が、 その本人がなんとあれは方便であったと言ってねそれでいわゆる免罪符のような、なったと思ったのか堂々とねこうして今辺野古に来ているんですそうですタイガー・ジェットシンさん恥を知らないのかとはい恥を知らないのかといや本当に恥を知らないのかと思いますよだって こんんなに怒ってたんですよ沖縄の住民をバカにするなと言いたいってプンプン怒っていた芙美子おばこのね方便だったという彼の言い分をねそのまま丸呑みにしウェルカムとこの人たちっていうのは味方になれば誰でもいいんですかねはい この辺野古の遺説をですよ最終的に決定をし推進をした人間があれは方便だったと言ったらこんなして喜んで迎えるんですかはい嘘も方便政治も方便新満さんその通りそしてそれどころじゃありません受け入れられたと思って大喜びはいもうね もう何を言わんかですよ。自分でね、この辺野古に作るという閣議決定をして工事を進めた党の本人がですよ、なんと、あれは方便であったというね、それだけで免罪符を得たかのように辺野古に現れ、それをね、また受け入れる、この沖縄の反対派。受け入れるどころかね。 このよように手を取り合って踊るんですよもうね日本という国のね憲政史上これもう本当に最悪の首相ね害悪しか及ばさない方ではないかと今でも外国に行ってもう日本のねネガティブなことばっかりやってますよねはい花嫁さん鳩山さんも軽いしかしね 沖縄の、ね、基地反対もあまりにも軽すぎる。あなた方が意味嫌っている辺野古への移設をね、閣議決定したのはこの人なのに、方便でしたという一言でね、こうして許して一緒になって踊るんですか。沖縄のね、反基地活動家ってそんなに軽いんですかね。そんなにね、思考力ってないんですか。信念もないんですか。 いやーもう本当にね、鳩山さんだけじゃなくて、私沖縄の反対はもうね、みっともないと思いますよ。味方をすれば誰でもいい。はい、うん、誰でもいいんですよ。味方をすればね。本当にダメだ、こりゃと。はい、カーターさん、ご都合主義すぎですね、ということでございます。そして、こうしてね、今ではもう大喜びで沖縄に迎えられて、はい、以前は、 なんと沖縄の県知事選挙の後者になってほしいと言い出す反対派まで現れたいやもう本当に投げかわしい塩沢さん敵の敵は味方という理論そうですね安倍政治は許さないその点で一致してるかもしれません藤田文ンさんにらたばありがとうございますこうしてね免罪を得たかのように 新しい居場所を見つけた、まあ、鳩山さん沖縄に研究所も作って、はい、そこでまあ出入りするようになりましたそしてどこに行ってもね「鳩山さん鳩山さん」と歓迎される以前はドドドドド,ドってねねすごい顔でにら,まれにらんでた人たちが今は優しい顔で「鳩山さんいらっしゃいと」とそれに気を良くして今度は皆さんこんなことを やっちまいましたはいもう今度はなんとねなんといやこれひどいですよ沖縄県庁実はねはい実はおととい沖縄県庁を訪れましてこの玉城デニー知事に対し 新しい基地は絶対に作らせないように頑張ってくださいと、はい、新しい基地は絶対に作らせないように頑張ってくださいと、エールを送った。エールを送った。10年前、ご自身が何をしていましたこれ10年前ですよ、皆さん。普天間の 飛行場ののの代替地そのもはのはやはり沖縄県内へと沖縄に作ってくださいっていうね当時の知事にお願いをしてた人間が10年後新しい基地は絶対に作らせないように頑張っていきましょうとエールを送った党のご本人非常に真面目な顔してますけど玉木デニー知事ちょっとなんか笑ってん 言っているような気がするのは私の気のせいですかね。できればこの人は来て欲しくないと <laughs>。思ってるかも <laughs>。しれません。が <laughs>、いやあ、こんな人が。日本の首相であったっていうのは本当に。私はおかしいと、えー、思って。おりますよ。はい、まあ。でも沖縄のこの基地問題一番こじらしたのはこの方です。 いわゆる、えー、この辺野古への移設という、ね、部分について最低でも県外といってね沖縄県民の反基地感情に放火したんですそのね放火して火が燃え盛った後にやはり県内にお願いしますと言ってですねこの火に焼かれそうになってしまったんですよねはい実際に焼かれました もう沖縄は取り返しのつかないぐらい基地問題もぐちゃぐちゃになってしまった全国から活動家たちもどんどん押しかけるようになってねもう沖縄はオキパヨパラダイスですよ全国のパヨクのパラダイス、まあ、そういった原因を作ったご本人しかしねあれは方便だったと理由を後付けしたんだということを言って再度この基地反対に許しを こう言ったすると沖縄の基地反対派は「ああそれでいいですよ分かりましたじゃあウェルカムとヘノコと言って迎え入れた」そしたら本人は大喜びして沖縄に、ね、研究所を作ったりいろんな面で多分支援もしてるんでしょうそして調子に乗ってはい招かれてもいないのに沖縄県庁に行って玉城デニに知事に 辺野古には絶対に新基地を作らせないよう一緒に頑張っていきましょうと言われてさすがの玉木デニーさんもちょっと苦笑いというのが現実ではないですかねいやーでもどうでしょう皆さん、まあ、この鳩山,元鳩山元総理のねハレンチな表変ぶりも非常にあのー、みっともないですけどこの基地移設を最終的に閣議決定をし今のね 辺野移設工事のね、あのー、スタートとなったこの鳩山さんの閣議決定それをね見て見ぬふりをして敵の敵は味方であるとして迎え入れる沖縄の基地反対が本当に理念もクソもないレベルの低い、ね、もうその場行き当たりばったりのね活動ではないかと。 もしそうなんかないですよ。とにかく反対すればいいんだと。反対そのものがもう目的になっちゃってる。だから誰でもいいんですよ。はい。あの、こうやって閣議決定した本人だろうが、外国人だろうがね、あの、生コンで逮捕された人間たちだろうが、何でもかんでもね、受け入れるんですよ、沖縄の反対派は。自分たちにね、寄り添ってくれるのは同志。 寄り添わない県外の人間は腐りないちゃうと言ってね、排斥をする。自分たちで排斥はしておきながら、自分たちがやられると差別だと騒ぐ。本当に手のつけられない。どこかの半島の人たちみたいなのが、私は沖縄最悪だと思っております。はいということで、せっかくの連休中にストレスのたまるお話をさせていただきましたが、いかがだったでしょうかね。いやー、でも。 この鳩山さんに学べば学ぶほど抑止力の意味が分かったということを言わしたのはその裏に。いて、彼にレクチャーしたのがあのお方だったとはなかなか皆さん知らなかったと思いますけど、いやーすごいですね。あのさりげに博士とか呼んでるんですけど、本当はあの人こういうすごい人なんですよ。まあ東京とか。 あちらこちらの講演がありましたら、ぜひその点もね、改めて聞いていただきたいですし、エルリッチ博士の著書の方もね、いろいろ出てますんで、皆さん読んで勉強していただければなと思います。ということで、本日のえ沖縄の声と <laughs>、沖縄の声と <laughs> 言いそうになりましたが、本日のボギーチャンネル越えて終了します。 えー、昨日、私のピンチヒッターとしてね、えー、興味深い話をしていただいた石鹸男宮城さんに改めて御礼を申し上げたいと思います。ということで、明日またお会いしたいと思います。えー、素敵な、えー、連休をお過ごしください。ありがとうございました。